アロマです。今回は次回のバトラーズに出演してもらうゲッティングベーターの佐々木楽を迎えていろいろお話をしていければと思っております。よろしくお願いします。じゃあ、カズ君に声何聞こうかなと思ったんだけど、やっぱね、いい面の話聞きたいな。あの、ちょっとその、方法論的な感じ、思想的な感じがして、カズ君が DJ するって、一番何を大事にしてる。なるほど。アイス、まあ、すげえでざっくりとアイス。それ何へのアイス？音楽へのアイス、曲へのアイス。それっす。でもそれだとさ、そのほら単発にしかならないじゃん。その曲への愛しかなかったとか、うん、それを連続してかける、うん、もちろん全部に対してのかけると全部に対しての愛です。でその曲 A っていう時から B っていう時にこうかけるわけじゃないですか、うん、それはなんで A っていう時から B っていう曲かけるっていうことですか。それはちゃんと、まあ、文章を書くような感じで小説みたいな感じでつなげていく、なかなかつなげていく。例えば関連とか関連アーティストだから、ではビートルズとかわかりやすく、でもね、結構なんか弱くてもすごいざっくりと強すぎてるから。でもなんかそこは基本として最初の楽楽の一番最初の基本としてはあって、であとはまあいずれ今 BPM に合わせていくっていうのが、タカヒラ君で BPM を合わせるの？合わせ出してます。あれだから以前さ、タカヒラ君がなんかその曲への愛的な話で、BPM 変えないみたいなのも言ってなかった。それが、合うとこ探して。だって、タカヒラ君は照らすようにはしたったけど。多少、ちょっと。全く変えないのももちろん基本としてはあるんですよ。大体似てるとか、基本としてはあるんですよ。じゃあ逆にそのテンポアップしたりとかテンポダウンしたりするときはガッと上げたりとか、割とそこはざっくり、あのやむなりやむなり、ああ、ドカンと上げたりドカンと上げたりあんまりしないですね。なるほど。ちょっと俺の片平君の DJ の感じとはやっぱちょっと違うから、やっぱ進化してるんだ。ちょっと変わってきたんですかね。何年でももう20年。そういうとこから変わってから何年ぐらい、今のモードで DJ をする。だけどなかなかコロナぐらい、そんな最近、ここ2年ぐらい多分そうですよ。コロナがあって脈々と、はい、DJ をする時間が、はい、これはお客さんはいてもいなくて、はい、お客さん関係なく、はい、自分と勝負する、はい、DJ をするときって結構多かったんです、はい、そういうときに自分と向き合うじゃないですか、はい、DJ と向き合うときに、はい、こう何がいい DJ なのかなみたいなとこを考え出すというか、まあ、やり始めるっていうか、はいはいはい、向き合い出す、はい、こういうのが変わってきた。じゃあコロナでより考えるようになってみたいな。そうっす、だいぶ考えるようになっちゃうし、前はあんま考えてない。何だか持ってきた適当に考えられない。とりあえずだって俺と DJ キャリアはほぼ同じぐらいじゃん。木村さんのがだって1000人ぐらいですか。あ、そうなの。多分そうミセス・ジェーンあれも、ただいま最初のパーティー、エビスカラーで、エビスカラーっすね。だから、今もうそろそろ30年ぐらい。いや、20年、そうっすね。
その形はここ2年でさらに進化。いやだって最初だって俺フリークアフェアで DJ やらせてもらったこと忘れないですから。あフライヤーで応募したんですか。俺全然覚えてない1ミリ片平君がフリーク出たことなんて1ミリも覚えてない。俺最初っていうか本当最初の時の全然やるかやらないかぐらいの時になんかそのフライヤー見て番号書いて以前募集中みたいな、はいはいはい、それで電話してでやらせてもらった。へえ、1ミリも覚えてない。その時村さんちも行きました。マジでなんだ俺一個覚えてないけどそういうとこ忘れるんですか。全然これは全然全く覚えてない。あの時多分ひどかったって言ってたのめちゃくちゃひど。一言みたいに言ってた。村さんとあとその時ムスキ大沢ムスキとか、はい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 、あと山口とか覚えてないですけど、まあ、そうですね。なるほどね。海外のアーティストで好きなアーティストで若干ラウミーさんこれだ。ライブ来たんすよね。ラウミーどうですか。それは行かれてるってますか。うん、いやくっそうまいんだよ。くっそうまいしでもね、なんかね、なんだろう、まあ、まあ、最近のアルバムとか聞けばわかるけど、意外と感覚派っぽい。最初のアルバムとかはさ、どっちかというとマスロックっぽいっていうか、数学的な感じじゃん。もうちょっとね、なんか肉体派だったりとか、ただやっぱね、思ったより歌メロがちゃんとある。この程度しか気持ち弱いかなっていう感じはライブで見ると否めないところが、まあ、ちょっと全然インディーロックバンド感もそれであるかな。なんかあれで、ね、あの方法でアルバム何まで作りすぎちゃうとなんかこれちょっと経営するかもなぁぐらいのすごい微妙なところだ。ブラックミュージック的なものってあんまり好きじゃないのよ。でも去年はこれ年間ベストアルバム1枚選べるって言ったらブラックミュージックだし、まあ、この人のアルバムも全然好きだから、はい、久しぶりに単独の会話アーティストライブに6年前になるんですか。はい、ほぼ6年前に出てもらったバッドラーズとか、俺がガレージ的なものを片平君が集めてるとしてだから、それでっていう感じでお願いしたけど、今回はまたちょっと違う感じになる。だいぶ違うんですね。ロックというか、まあ、これロックだよね。ロックだよね。ロックだよね。なんかもうちょっと違うアプローチになるかもしれない。なんかすごいこういうふうに、まあ、ロックやすいことができるから、ね、多分皆さん僕はロックな人生でここにおそらくいいとか分かってくれてる人だと思うので、はい、なんか答えようと思ってはいますけど、だからその興味さは変わらないけど、あっちゃ勝手にそういう感じ。いやいや、ほら、これ前のトニーも言ってるけど、公言してるけど、バトランドのゲスト DJ の中で、片平君のあのプレーが、俺の中では、
ベストプレイだと思ってるんで、そんなこと言ってくれる人じゃないですよ、本当に。みんな分かってると思うんですよ。そんなこと言う人じゃない。あの、ソウさんもね、タラソウさんも、はい、僕褒めてくれた記事があるんで、はいはい、送りましたけど、はい、なんでこんな褒めるわけないの、人なのに、はい、なんで褒めるの怖みたいな。いやいや、これはいいと思ったものはいいって言うし、良くないと思ったものは良くないって言うし、良くないって言う人があんまりないじゃん、うん、そこは濁すじゃん。だから良くないって言ってるのが目立つだけで、これはいいものがいいって言うし、スペシャルだって言うし、いいものもさ、いいって言わないやつもしょうもないやん。で、良くないのをいいって言うのもしょうもないやん。じゃあそれだけで、まあ、悪いって言い過ぎるのをやめようとは思ってるけど、なんかその誤解が僕多いんで、言ったらさ、僕、キンジャパンとかやってたら、今でもそれですわ、やってはいるんですけど、はい、そのやっぱパブリックイメージとそっちがでかいから、はいはい、そういうふうに捉えがちだと思うんです、はいはい、だけど、やっぱ村さんみたいにちゃんと人数とか、どんどんちゃんと知ってる人が、そういうふうに言ってくれるのは、めっちゃありがたいです。はい、いやいや、今回のバッドランズ、およびこの動画を機に、ちょっと軌道修正できたらね。わぁ、本当にね、ね、少しでも分かってくれるからね。はい、どういうことですか。はい、なんで、次回のバッドランズ、700プレイ、90本ありますが、必聴なので、ぜひぜひ、1月、バッドランズに遊びに来てください。という感じで、今回の動画は終わりたいと思います。じゃあ、さよなら。